長所、その1、カブにしては速い、よく走る。見た目は細身で後ろから見ると頼りないが、エンジンは結構元気で回せば満足のいく速度で走れる。参考までに、新内サーキット走行で100キロは出ます。体感的な感想を言うと、60キロくらいは問題なし巡航、70キロくらい、適度な心地よさ、80キロくらい、車体に無理をしてるのがわかる。でもまだ走れる。90キロくらい、ステップにかかる振動が激しくなり、足を乗せてられない。ハンドル操作に注意しないと前輪がブレる。100キロくらい、巡航は無理。出るには出るが、その一瞬だけという感じ。その2、日本のどんな道にも適している。高速道路を除く。町中や、峠道、山道、河川沿い、いろんな道をのんびりちく流しても、気分的に耐えられます。早くも走れるのですが、今日はのんびり行こうか、と気持ちを切り替えて走り出してもそこそこ楽しめます。これ、不思議。そして気軽に乗れる。どこにでも行けるし、どこからでも帰ってこられるという安心感がある。その3、見ていて飽きないデザイン。はっきり言うと、私はこのデザインに惚れて購入したようなもんです。悔しいけれど、数多くある短所を挙げたってこの最後の、このデザイン、かっこええ、の一言で実は帳消しになってしまうくらいのウエイトを占めてます。これはもう個人の主観でしかないので、参考になりませんね。短所、その1、坂道では遅い、パワー不足、登らないことはないのです。ただ、瞬間的なパワーが必要な時全く出ません。例えば前を走る遅い車を、坂道で追い越すのは難しいです。ですから上り坂走行は、先の道がどのようになっているかを予測しながら前もっててアクセルを回して速度を上げておかないと、必要な時に速度が乗りません。まあ125の株にこの能力を求めるのは間違っているのかもしれませんが、このあたりはしょうがないか、スプロケを交換することでマシにはなるのかもしれません。その2、価格が高い。コスパに見合ってないと感じます。スマートキーを普通に戻して、ガソリンタンクをもう1リットル増やせばいいのにと切に思う。一般の人に価格を聞かれた時に答えるのに、私は株なのに高い値段設定を伝えるのがなんか悔しいんですよね。コスパに優れたバイクと自信を持って言えません。株なのに40万円超えて、所有してる自分が言うのもおかしいですが、私は高いと思います。その3、車に煽られる。高確率、町中ではハイエースなどのワゴンタイプに高確率で後ろから追撃されます。田舎道では工事用トラックや柄の悪い軽トラックに追撃されます。時々おばちゃんが乗ってる中型普通乗用車にも追撃されます。株はやっぱり遅い、邪魔、というイメージがあるんですね。C125 は普通の株とはちゃうぜ、なんてのは幻想で、世間から見れば所詮、株、なんですね。世間の認識はそんなもんなので、諦めて道を譲って、後ろからのんびり巡航しましょう。しかし、バイクライダーの人は優しいです。追い抜いて、行くとき大抵手を挙げて挨拶くれます。
あ、また溶けた。